全力ぶっちぎり、マキピラ君と。いやでもない。もう一回やり直し。もう一回やり直して。使うに決まっとるやんか。いやだ。はい、ということで、お知らせ。名乗ってない。名乗ってないよ。はい、どうぞ。リオでございます。はい、ということで、お品書き、こちらになっております。まぁ、あ、ちょっとサクサクいきましょう。はい。なんか不満の。もういいわ。はい、呪術廻戦ゼロコラボ。はい。ただいま開催中。はい。いろいろありますけど。ありますけどね。はい。で、ストライトミラージュに、乙骨ユータが追加されて、あとね、はい、マキトゲパンダ。こちらも追加されてるわけですが、これが2月の2日の、11時59分までです。はい。で、同じように復刻のガチャ、こちらも2月の2日の11時59分まで。はい。降臨キャラのミゲル、ゲトウスグル、こちらがこちらも、2月2日の水曜日11時59分まで降臨。はい、そうですね。で、コラボ限定グッチョブ、はい、こちらも2月の2日11時59分まででございます。はい、ということでモンストの日、はい、1月30日、あぶ、バカ、これでかくない？で、なんだっけあれ、ほら、あの黄金の神殿だっけ、うん、あれチケット2枚くれるよ、うん、でかい、これはでかいよね、うん、だって、ラック引き換え、はい、あれで、豪絶ボーナスで引かれてる人は270とかやったけど、通常300とかやから、うん、うん、これはでかい、うん、うん、あとオーブが地味にあるのが嬉しいな、そう、嬉しい。で、超究極クエスト、はい、ペルシア、こちらが間もなく終了ということで、まだね、運極になってない人、ぜひとも頑張ってください。なんか新しいの来るんかね、今度。そうやろな。うん。はい、で、新イベント、はい、健全のフィロソファー、うん、開催。はい。ほっとしたわ。カタカナばっかやけどな、今回な。うん。うん、それよりほっとした、俺は。そうな、確かにね。また期間限定とかぶち込まれたりとかやな。ちょっと怖かった。いきなりコラボの発表あったらどうしようかと思って。うん、ちょっと今日ほど、あの、怖い、モスニュースはなかった、私。ハラハラしながら俺見とったわ。まあ、よかった、とりあえず、はい、まず1キャラ目、プロトン、火属性ですね。はい、超アンチ重力バリア、足封じ M、信用封じ M、アンチ魔法陣、ソウルスティール、うん、M ということで、はい、まあこちらのキャラクターはキラー効果がめちゃくちゃあると、そうだね、いう感じなんだけど、うん、ちょっと友情が気になって、衛星弾8なんだけど、結構これ使いにくいんだよな。攻撃型なんだよね。そう。で、ウォールボム持ってるんだけど、はい、ウォールボム、まあ強いんやけどさ、属性倍率が高いと、こちらのウォールボムは火力が出しづらくなってくるから、はあ、これは属性倍率によって全然ちょっと評価変わってくるかもしれんな。うん。ただ、殴りに関しては絶対強い。そうだね。うん。で、もう一個言うと、この超重力とアンチ魔法陣、この組み合わせってラムと一緒なんやわ。ラム、リゼロの、はい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 、うん、で、あっちは友情と加速のサポート、うん、こっちは殴りいけるから、だからラムとかと組み合わせるとやばいと思うし、うん、まあそのこれに合ったクエストが追加されるんであればってことやからな、うん、うん、なるほど、まあそんな感じかな。あとはストライクショットが8プラス8で自強化っていうところも、これもちょっといいよね、うん、うん、使いやすそう。そう、しかもキラー持ちの自強化やから、こっちは普通に使えるんちゃうかなと思います、うん、はい、次、絶望論を唱えし哲学者、キャルゲゴールゴールだキャルゲゴール言いにくいなはい、こちらのキャラクターはアンチワープ魔法陣、SS、超 SS 探探縮、あとアンチ減速壁、連撃キラー、EL、ダッシュ、モリモリやね。やけど、対応してるアビリティはワープ魔法陣、減速壁、うん、で、ダッシュと連撃キラー EL、はい、うん、これはいいよな、相性いい。 EL はやばそう。で、あとストライクショットもそうなんやけど、自身の減速率の緩和、うん、これとダッシュやから、いや、めっちゃ動けるんちゃうかなと思って。そうね、なかなか、うん、あとは超 SS 短縮持ってるから、うん、まあ SS も早めに打てるんちゃうかなというところで、うん、うん、いいかなと思うんやけど、まあ、友情に関してはやっぱキラーが乗っからへんから、うん、やっぱ殴りキャラクターやなっていうイメージ、うん、直殴りマン、そうやな、はい、次のキャラクターがニーチェ、うん、色が すごいねこれね、なんかエレカラフルやな、なんか原色じゃないけどなんかバーンって感じ、うん、なんか珍しい貴族性って感じやなまあなんやそうやけどさ、地雷超アンチ減速壁、あと重力バリア、はい、うん、これに対応ということで、減速壁と、重力対応してるからダウト、お
で、リレーションカッターね、友情の、はい、こちらは、爆絶アリアと同じやつです、うんうんうん、で、ストライクショットが自強化と触れた味方の SS ターンの短縮、うんうん、これは爆絶カイリーとかが持ってるやつなんやけど、はあ、これは SS 重いキャラクターとかと組み合わせるといいよね。そうだね、うん、だからダウトやったら仮面ライダー1号&2号とかになってくるんかな。あ、なるほど。ただカノンやっけ、うん、あいつは超 SS ターン短縮持ってるから、うん、そんな必要か、必要性を感じたことないし、うん、ただ1号2号も1段階目でワンパンできるから、あ、それを考えると、うん、っていう感じではあるかなと思います、うん、はい、はい、詳しいことはですね、引くべきかっていうね、動画、そちらの方でこの3体詳しく掘り下げて話をしたいと思いますので、よかったらね、皆さん引くか引かないかっていうね判断はそちらの動画の方で、まあ、参考にしていただけたらなと思います。はい、でこちらガチャで EX おまけ、うん、今回おまけなんだね、登場しております。先見の勝。ただ、うん、これおまけ狙いで引かん方がいいでな、うん、ほんまにやめた方がいい、うん、たまに聞かれるけど、うん、うん、マジでやめた方がいい、うん、で降臨キャラクター、なんかさ、これ見たことない、このキャラ、何だっけ、あれやろ、ジョーカー、闇、あ、そう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 、うん、すごい、なんか書いてる人一緒なのかな、わからん。俺もパッと見、ね、ジョカやんと思った。お友達、うん、親戚かなんかかもしれない。うん。あとね、はい、こちら。これさ、あのこの火属性の子、はあ。このアングル私大好きなんだけど。ラプラスみたいな。そう、たまらないこの下から、斜め下からのこの、この足のこのね、曲げ具合とか、はあ、このタイツ、はあ、ストッキングかな、これ。いいね。どこのおっさんやん。はい、で新イベントミッション開催ということで、はい、対象モンスターのラックを一定数集めると報酬がゲットできるミッションを開催。こちら特玉がねもらえるみたいなんですよ。でここに書いてあります、特玉最大5個、お、5個、あとモンストの日で交換できるはずだから、おそらく6個、 おいいね。だからオーブ換算するとさ、うん、6530、うん、うん、これはちょっと集めようよ、やらなか、うん、やらなか、うん、ワンチャン出るかもしれないからね。そう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 、うん、うん、得するかもしれない。それでいいんちゃうかな、うん、まずはそこで様子見やんな。そうやね、うん、はい、次、ミケノの出現が間もなく終了。うん、うん、これさ、ミケノはさ、こう周回してまだ運極じゃない人はね、はい、うん、なかなかパン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 出るクエストじゃないから、そうね、ちょっとね、これは連れてってとか、うん、周りにね、ちょっと声かけとくといいと思う、まだの人は、うん、うん、もしかしたらもうね、終わっちゃって余ってる人もいるかもしれないからね。そう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 、うん、うん、実際うちらとかね、うん、もう余らかしてそのまま消してるっていう状態やからさ、そういう人結構いると思うから、うん、あの、とりあえず声上げてみるっていうのはね、大事だと思う、うん、はい、はい、オーブカウンターがリニューアル。ほう、うん、まあベルとかね、いろいろ、まあ自分の好きなの選べるようになりましたよってことです。全部セットなんじゃなくて、あ、そうそうそう、うん、アイテムセット、うん、まあ自分のこのアイテムが欲しいのか、オーブが欲しいのかって、うん、ところでございます。断然オーブですね。そうですねなんでこれ、どうしたんやろな。だからお金がある人はさ、アイテムの方がいいっていう感じじゃない。お金でアイテム買えるなら買いたいっていう人も中にはおるかもしれないもんね。そう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 、なるほどね、うん、あ、はんはん、羨ましい、羨ましいな。はい、ということでモンストローズ、こちらが中心化下位になりました。かわいいな。なあ、言ってたよな、プリキュアみたい。絶対プリキュアでしょこれ。おうなんかこんなようなやつおったもん。あ、そうな。特徴なんですけど、はい、超アンチ重力バリアと重力バリアキラー、まあ、これはね前と一緒なんやけどね、うん、うん、超アンチ重力バリアが重力で加速、重力バリアキラーが重力を展開する敵にキラー効果、これが 1.5 倍です。はい、で直殴りの最大火力は、まあ、重力バリアキラーしか乗らないんで 1.5、うん、で友情の最大火力、こちらが重力バリアキラーと友情ブースト M 持ってます、うん、だから3倍になります。お、ただ問題はこの友情なんやな。エナジーハートっすか。そうなんすこれちょっと、うん、あんまりなんだよな私。これエナジーサークルより正直使いにくいやんな。うん、上の判定が小さくなるから、なんかごめんなさいやけどあんまり強いってイメージがないんだわ。うん、でサブの、超絶全属性ホーミング、はい、こっちは、まあそこそこ火力出るんやけど、うん、そこそこやねん。そこそこなのね、うん、だから友情ブースト M 持ってるんやけど、うん、やっぱね直殴り火力を出す方向性の方が多分いいような気がする、うん、従来通りザクザクメインで。そうやな、うん、うん、
あとの特徴はストライクショット、はい、これ12プラス8ターン、これ最大20ターンなんですが、うん、前は弱点特攻だけやったんやけど、今回ね、自強化が追加されました、うん、うん、だから前よりは、ちゅうか前でも結構強かったけど、うん、さらにこれ火力出せるようになったんちゃうかなと思います。楽しみやね、うん、いける主要クエスト、はい、こちらが豪絶エリミネーター、ビーラ、うん、爆絶エスカトロジー、クシミタマ、予備など、うん、超絶鉱山攻め王、エーテル、地獄天、うん、など近畿の極、ウラ3、13、ウラ13、ウラ18、多いね、結構結構いけるこのキャラクター、ね、うん、優秀じゃん、優秀で、ワクワクのみは、まあ、さっきも言ったんやけど過激盛り、これね、ストライクショットとかを活かしてた方がいいと思う、うん、まあ、直殴りメインの方がいいんちゃうかなとは思います。はい、まとめです、はい、小町と太陽アビが同じところがあります、うん、そのため小町の接待時に活躍する可能性もあります。おあとはアビリティ、ストライクショット、友情などを見ると直殴りで活躍するイメージがある、うん、うん、そうやね、ちょっと友情が引っかかんね、友情ブースト塩分持っててもそうだね、うん、でエリミネーター、はい、まあ、こちらでね使おうと思ってる方結構いるんじゃないかなと思います、うん、ただ連れていく優先度はそこまで高くはないんじゃないかなと思っております。うん、マーカー無視で手をね、ストライクショットや友情で破壊できるキャラクターにはやっぱり優先度はちょっと劣るかなと思います、うん、ただ手とかぶっ壊した後のダウン後、うん、この SS 火力は絶対やばい。うん、確かにね、特に、ボス2かな、あれ結構削りにくいから、いやもうこいつ取ったらもうさよならやで、さよならやでほんまに。あ、そんな感じ。うん、はい、ということで、島村とマウスのコラボ第3弾ですね。はい、これ嬉しいよね。これはね、ちょっと私めっちゃテンション上がった。これあの一般庶民待ってましたよ。はい、うん、もう島村様なので。はい、実は昨日行ったかな。行ったんや、靴下買いで、グッズがねこんな形になっております。あの、私ルシファーのクッション欲しいです。俺も欲しい。え、ここ飾ろうよ、このソファーとかさ、うんうん、両方で4つ並べたらいいんじゃない。並べれるか。いや、ちょっとあれやな。で、ワクリンも欲しくない？あー、そうやな。で、あと絶望くん、そうそう、絶望くんとか、これ平べったいやつかなって思ってる。厚みあるよ。え、敷くってこと？座布団みたいなってこと？そういう感じじゃないの。あ、そういうことかな。うん、多分上のやつとかは。あ、なるほどね。これ実物見てみやんと分からんけど。そうやね、うん、ちょっとこれ楽しみやよね。うん、あの、なんでだって、あの、お値段がね、なかなか、そうそうそう、リーズナブル、優しい、うん、ありがたいね、ほんとこれは。で、T シャツとかね、はい、ジップパーカーとか、あと今回はなんと大きいサイズもあると。なんかすごいね、サイズ展開が豊富になったよね。うん、あとバッチついてくる。おお。で、オンラインストアの限定商品もあります。うん、これが2月の14日の月曜日9時から予約販売みたいですね。これ今までのやつやね。うん、まあ復刻のやつと、うん、あとはこれ右上見てもらうと分かるんだけど、これキッズ、はいはいはい、キッズのサイズ110からあるね。はあ、うん、あれユイナがいくつぐらい。100、今40ですね。はい、昴生が150か。うん、あんま変わんねえな。そうっすね。これワクリンとかいいかなとか思って。あ、うん、絶望くんとか欲しがりそう。でも、あー、なるほどね、うん、でも白やで、子供に白って結構やばくない？はい、汚す。速攻なんか垂らして終わった、カレーとか垂らして終わったってなりそうやね。はい、これさ、ちょっとあの、私1個復刻して欲しかったなってやつがあるんだけど、はい、ここに入ってないんだわ。お、靴下。靴下あったっけ。あ、私めっちゃ探してたの覚えてない？前の時に、第2弾の時に、あの、絶望くんの靴下がずっと欲しくて、お、もう島村何店舗か回ったんだよ。なんかあったな。そう、うん、なくてもうちょっとスタートダッシュが遅れちゃったからさ、しまったなと思って。だから今回、以前のやつがまた出ますって言った時に、あ、これ靴下また買えるかもって思ったら、あれ入ってないやんと思って。どんまい。残念。残念です。はい、で、来週のラッキーモンスター、はい、こちらの方で、まあ、おすすめはこれかな、ホタネ。うん、豪絶イグノとか超絶ヒヒーローかね。あと、まあ、これ進化の話なんやけど、はい、神化の方がアンチテーゼでも一応使えるんかな。う、うん、結構いけるクエストは多いキャラクター。めっちゃ優先度は高いかっつったらそうでもないんやけど、うん、うん、うまくとしてね、はい、うん、結構いろんなとこいけるキャラクターなんで、うん、まあ、ホタネ作ってない人はちょっと優先的に作った方がいいんじゃないかなと思います。はい、はい、次回のモンストニュース2月3日、はい、
で、ちょっとさ、俺今回の妄想ニュースで気になったことがあって。私もありますよ、これ。そう、これ。あ、やっぱそう。うん、どこ行ったの、どこ行ったん、あれもうやらへんのこれ。はい、妄想公式 YouTube チャンネル開設、はい、周年イベントの発表がなかった。なかったっすね。で、いつもこの周年イベントでコラボの発表しとったんやけど、はい、これがなかったん、うん、これが気になったな。これどういうことなのかね。ひょっとしたら2月3日のモンストニュースで周年イベントやりますっていうことが発表されて、はい、土曜日か日曜日になんか周年イベントやってコラボの発表がありのかもしれん。あーはーはー。で、うん、2月の中旬ぐらいからコラボ始まるみたいな。そうそうそう。あ、まあこのタイミングで周年イベント発表してしまうと、うん、要はあ絶対コラボ来るぞってなっちゃうから。あーはーはー、なるほどね。まあ、ちょっとそれを避けたんかもしれないね、うん、分からんけど。まあ何にせよね、とりあえず周年イベントが次回発表されるんちゃうかなと。そうだね、やるとしたらもう次回しかないよね。発表、うん、2月3日で発表なかったらちょっとないかもしれないな。そうだね、うん、うん、わかりませんが、まあ次回楽しみにしましょう。はい、はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、あとベルの通知ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それで皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、ラジオも聞いてね、みんな。あ、お願いしますね。ラジオ概要欄に、ね、概要欄に貼って、概要欄に貼ってあるんでね、よろしくお願いします。お願いします。